頼んだぞ。我や様は。俺に任せとけ。悪くないだろう。ほらよ、どんなもんだ。どうだ、悪くないだろう。ほらよ、どんなもんだ。きっとは自慢できるだろう。どうだ、悪くないだろう。仕上がったぜ。
かり使ってくれよな。できたぞ、持ってってくれ。どうだ、悪くないだろう。ほらよ、どんなもんだ。何かあればまた言ってくれ。傭兵さん、呪いの剣で好きに見ていってね。もういいのかしら。傭兵さん、残念ながらタロールさんはまだ回復していません。ですが呪いを解く手がかりをつかむことはできました。聞かせてくれ、何が分かったんだ。あれから里に残る伝承を調べたところ、トンベリ族の王にまつわる逸話を見つけたんです。長命のトンベリ、最終王となり呪いの儀式を執り行う。呪いし者の正気を糧にし、さらなる力を得るためにと。おそらくタロールさんはこの最終王が行っているという呪いの儀式によって命を蝕まれているのでしょう。つまりその儀式を止めればタロールは苦しみから解放されるということか。ええ、私の考えでは。ただ伝承に記された最終王は多くの配下を従えた恐ろしい力の持ち主だとされています。大きな危険を伴いますが、最終王を探し出しそれを倒していただけませんか。任せてくれ、危険な相手ならなおのことを俺が行くべきだろう。ありがとうございます。それで最終王の居場所は分かっているのか。残念ながら居場所まではミシリアのどこかで儀式の用意を進めているはずですが。おい、ファネット、あんたトンベリどもがどうこう言ってたよな。奴らクローク山道に出やがった。ものすごい数だ。何ですって。これまで奴らが山道に現れることは滅多になかったのに、まさか最終王の動きと関係が。考えるのは後だ。ひとまず参道の状況を確認するぞ。いつもとは様子が違います。くれぐれも油断しないでください。なあ兄ちゃん、助けてくれよ。兄ちゃん助けてよ。このままじゃ里が危ないんだ。早くしないと。ちょっと待て、何があった。ゆっくりでいい。まずはお前の名前を聞かせてくれ。俺アイリクって言うんだけど。兄ちゃん、シュラ様と一緒に時の祭殿の方に行ったでしょ。あの時俺こっそり後をつけたんだ。なんだって、どうしてそんな危険なことを。に、兄ちゃんたちが強い傭兵だって聞いて戦ってるところを見たかったんだ。でも途中で兄ちゃんたちを見失っちゃって、あたりを探してたら出たんだよ、あの化け物が。化け物だと。すごくでかくてぬめっとしてるやつだよ。あんなの見たことない。こら中に水をぶっ放して岩や木をめちゃくちゃにしてさ、俺怖くなって急いで逃げてきたんだ。水を操る魔物ということか。あんなのが里に来たら大変だよ。兄ちゃん助けてよ、あいつをやっつけて。
わかった。俺に任せろ。そんなに危険なやつなら放っておくわけにはいかない。ありがとう、兄ちゃん。化け物は川のあたりをうろついてたよ。スイフトラン川ってとこ。わかった。川沿いを探してみよう。それから今度は俺の後をつけるんじゃないぞ。わかってるって、約束する。兄ちゃんも気をつけてね。クライブ様、あなたのお力を拝借したいのですが、少しお話をさせていただいてもよろしいでしょうか。聞かせてくれ。できることなら力になろう。感謝します。私は魔女の墓守を務めておりまして、話というのはその役目についてのことです。フリーズを編み出した芝のドミナントか。確かここに来たばかりの水の民に見取られたと聞いたな。ええ、当時はまだ彼女の素性を知る者はいませんでしたが、彼女を解放し最後を見取ったのが私の曾祖母だったのです。そういった縁で魔女の墓守の役目を授かりまして、以来代々私の家がその任を引き継いでおります。受け継がれてきた大切な役目というわけだな。だが俺の力を借りたいことというのは。実はしばらく倒木で塞がっていた墓への道を片付けたところ、その辺りに魔物が居ついているのが分かったのです。しかも普段は見かけないような凶暴な魔物でして、いつも同行してもらっている狩人も手に負えないありさまなのです。クライブ様にその魔物を倒していただきたいのです。お願いできないでしょうか。いいだろう、俺に任せてくれ。ありがとうございます。魔女の墓があるのは樹林の奥、ウィッチドロップと呼ばれる場所の先になります。この里からはかなり離れていそうだな。どうしてそんな場所に墓を。樹林の奥にはかつて魔女が暮らした集落がありました。死の間際、彼女はそこでの思い出を語ったのだそうです。魔女を見取り、その思いを汲んだ曾祖母たちは集落を見渡せる場所に墓を建てたと聞いております。なるほど、個人を思う優しさか。よし、早速だが魔物退治に向かうとしよう。墓までの安全は俺が確保しておく。はい、私も後から墓へ向かいます。それではよろしくお願いいたします。クライブ、世話になりっぱなしですまないが、あんたに一つ頼みたいことができた。どうしたんだ、また荒事か。ああ、ちょいと手強い獲物を仕留めたくてね。私の狩りに付き合ってもらえないか。狩りか、いいだろう。それでどんな獲物だ。ギーブルという樹林の奥に潜む魔物さ。獰猛なやつだから普段は手を出さないんだが、どうしてもそいつの舌を手に入れる必要がある。魔物の舌か、一体何に使うんだ。それについては私からお話しさせてください。ああ、ヤミラ、そうだね、頼めるかい。
実は私の姉が子を産んでしばらく経つのですが、なかなか体の具合が良くならないのです。薬やまじないなどいろいろ試してみましたけれど、どれもはっきりとした効き目は現れず、そんな時にギーブルの舌があれば良い薬が作れると里の癒し手から助言を受けたのです。ヤミラの姉はワレアスの乳母にも名乗りを上げてくれている。彼女のためにも、二つの小さな命のためにも手を尽くしたい。責任重大だな。俺たちも全力を持って当たらせてもらおう。助かるよ。願ってもない申し出だ。ただギーブルは警戒心が強い魔物だ。こちらの数が多くなるとヤツは姿を見せなくなる。それなら兄さんとシラ二人で行くのがいいと思う。そうね、私はジョシュアと里に残るわ。他に手伝えることもあるでしょうから。お心遣いに感謝します。よし、決まりだ。早速だがクライブ、出発するぞ。警戒心の強いギーブルを狩るためにいくつか用意しておきたいものがある。まずは奴の好物アイベックスだ。それを餌にする。樹林に入って探すとしよう。ああ、分かった。ギーブルは偏食でね、餌にもうるさい。詳しいんだな。狩りは誰から？父が生きていた頃に連れられてな。ヤミラの父親にもいろいろ教わった。彼女の家族には昔から世話になってる。そういう意味でも恩を返したいのさ。さて、アイベックスはどこだ？樹林の奥の方を探そう。行くぞ、かけろ。
頼んだぞ。行け。気をつけろ。いらっしゃい。毎度あり。はい、どうぞ。どうもね、お客さん。ルボルを信じて正解でしたね。絶対に彼が首長に。役味はいかが。たんまり働いた後は。お前自警団に入るんだって。ここの天使はだいぶ前に逃げた君か。いらっしゃい。また来てよ。何をお探しで？持ってってくれ。道中お気をつけて。見てってちょうだい。どうもね。あれは
他人か。あんたは確かナセフを助けてくれた。一体何があった？アイベックスを追っていたんだが、別の何かに襲われたらしい。いきなりバカでかい水の壁が押し寄せてきて、このざまだ。水の壁？俺が探している魔物かもしれないな。後ろからだったんで正体はわからねえ。その直前、妙な音が響いたのは覚えてるが。まさかこいつが化け物の正体。奴は俺が倒す。あんたは下がってろ。やけに荒れているな。よし、これで片付いた。しかし、これがアイリクの見た化け物なのか。似たような魔物なら里の近くにもいたはずだが。見事なもんだ。さすがだな。あの魔物、あんたを襲ったやつだと思うか。いや、あいつのはずがない。あんなデカブツだったらさすがに足音で気づくよ。それに俺を襲ったのは、体を押し流すほどの水の壁だ。あいつが吐き出す水の塊なんか比べ物にならない。やはりあれはアイリクが見た魔物とは別のやつか。この音だ。俺が襲われる直前に聞いたのは川下の遺跡からか。あんたは里へ、あとは俺に任せてくれ。力を借りるぞ。
なんて数の死骸だ。これも例の化け物の仕業のようだな。この近くにいるのか。どこに潜んでいる。今度こそ化け物は片付いたな。大きな被害が出る前でよかった。あのやんちゃ坊主にも知らせてやらないとな。あれほど一人で樹林に行くなと言っただろう。おお、あんたか。話はアイリクから聞いたよ。それで例の化け物は見つかったのか。安心しろ、俺が倒した。あいつをやっつけちゃったの。すごいよ兄ちゃん。お前が知らせてくれたおかげで被害は少なく済んだ。勝手に里を抜け出したのは褒められたことじゃないがな。結局化け物の正体は何だったんだ。やつはワレアスが自分を守るために作り出した魔法生物だ。あれほど力のある存在が残っていたとは驚きだったよ。しかしなぜやつはあの川に。あの滝が見えるからじゃないかな。あいつはワレアス様のお母さんを探してたんだよ、きっと。滝に何かあるのか。
我安様の母君はな、生贄にされた我が子のことを憐れんで、あの滝から身を投げたと伝えられているんだ。今でも俺たちはあの滝で鎮魂の儀を執り行っているよ。我安から生まれた存在だからこそ、おのずと母親の魂が眠る場所へ向かったと。ありえない話ではないか。母君の魂と共に安らかに眠ってくれることを祈るばかりだ。とにかくあんたが里を守ってくれて助かった。ありがとうよ兄ちゃん。ありがとね。俺に任せとけ。しっかり使ってくれよな。できたぞ。持ってってくれ。仕上がったぜ。またな。Thank you.